皆様こんばんは、誠眼鏡店銀座店の白玉です。皆様お疲れ様です。今日は、2023年の1月の12日で、12日だな。いや、3連休いただいてなんかおかしくなっちゃいましたね。12日でお時間が19時の52分ですね。ということで今日はちょっと短めなんですけども、杉本圭のKS53から05ですね。どうもいつもありがとうございます。でこれは中古で、要はお客様、コレクターのお客様からお買い取りしたメガネを当店でメンテナンスしたものですね。定価で、まあ、5万600円で、当店が2万1500円ですね。いやー、杉本圭のメガネって本当いいですよね。敏感さん、あ、いやいや、これ結構長く使ってますね。これ確か、サルバトーレじゃなくて、どうだっけ。これは、そう、なんでド忘れしちゃうんだろう。すいません。メガネの話をしようとしたのに、そう。まあ、こんな帽子かぶってます。柏で買って、これ、まあ、4万ぐらいした思い出。2年ぐらい前なんですけどね。で、これ、杉本圭、すいません。で、これがですね、かっこいいんですよ。開けてみましょう。こんな感じなんですね。杉本圭さんのホームページ先ほど見て、どういった考えで作られていったのかって調べたんですけども、これはアメリカの50年代のメガネをイメージして作ったらしいですね。で、このフロントのセルが、どちらかこうまっすぐな感じなんですよ。こう立体感を出すよりか、そのなんですかね、フラットな印象の切り出しでこうパキッとするメガネ。結構僕立体的なメガネとか、いろんなこう彫り込みがあるメガネとかいろいろ持ってるんですけども、これはこれで面白いですよね。こう光が当たった時こうギラッとするこう平面な感じ。あとはここの飾りですね。この飾りが結構効いてるんですよ。このメガネのブランドによって、このセル枠、まあ、アステートフレームってこの飾り長板を派手にするか、それともなくすか、あの埋め込みの3点描にするかとか、ちょっと小さい飾りにするかっていろんなところがあるんですけども、ここの杉本圭さんのメガネはこの飾りが主張が強い。でもそれがいい、この悪の強さ、それをより出してくれてるっていうのは存在感があっていいですね。そうだ、思い出した、すみません、これボルサリーノだ。一瞬疲れてて、なんて読むんだっけかなと思って、とぼけちゃったんですけど、これはボルサリーノでした。はい。これ買ったの、表参道の頭っていう帽子屋さんで買ったものですね。いやー、ほんと定番の形なんですけどね、こう、飽きない使えてます。ということで、こうなんですかね。定番よりも一癖あるこの厚みのあるメガネとしたら、やっぱ杉本圭のメガネっていうのはやっぱ質がいいですよね。ちなみに僕今日使っていたメガネは松永金次郎の MK の35の規格カラーなんですけども、それとはまた違ったメガネの良さを感じますね。まあデザインの形としては、これはウェリントンをベースにしてちょっとフォックスっぽいんですよね。こうちょっとこうよりつり上がっていて、逆台形のフレームの形、レンズの玉型は逆台形なんですけど、ちょっとこうバタフライの感じで横にこう広がってくるデザインしてますよね。いやー、これやっぱいいですよね。定価がやっぱ5万はするな。いやー、今何でもメガネって値段上がってるんですけども、いやー、これマジな話なんですよね。いや、話によりますと、この増永金次郎とかノバさんを私たち仕入れてるんですけども、卸業者様から。で、まあ私も8年以上付き合っ
お付き合いいただいてるその会社がありまして、その方から今のサバエの状況とかを聞く限り、やっぱり資材の高騰して大変とか、職人さんも少なくなって大変とか、いろいろ来ましたね。まあそっか、お値段高いんだけども、このクオリティ見ちゃうと、新品で見ちゃうと納得するよなって思います。うん、まあちょっと高いんですけどね。そういった場合はもうこう、まあ、太眼鏡出てきたこういった状態のいいコレクターのお客様からお買い取りした眼鏡をご提供すると、まあ半額ぐらいで手に入ることができるので、そういった時はもうすごいラッキーですよね。僕もやっぱお客様時代はもうそればっか狙ってましたね。自分の欲しいのがいつ入ってくるかなみたいな。それがやっぱお宝探しですよね、まことメガネの良さっていうのは。うん、なのでいろんなメガネをこれからも集めていきたいと思いますね。で、あと、いやー、今日さっきから気になっていたんですけども、やっぱ僕髪の毛薄くなってきたなっていうことを分かりまして、こうハンドミラーでこう後ろの方、普通の鏡だと正面しか見えないんですけど、やっぱこうすると、この普通だと前の方から薄くなってきたりとかするんですけども、上の方からなんですけども、後ろの方からっていう珍しいパターンで、いや、これもさすがにもう、髪の毛伸ばして隠すとか、そんなのは小賢しい手は良くないなと思って、もう AGA 治療、来週の月曜日、もうやります。オンライン治療。はい。で、もう、やっぱり精神的ダメージがありますね。前まで髪の毛普通に生えてきたのに、徐々に薄くなってくると、なんとかなんねえかな、でも隠せないかな、みたいな。で、隠すっていうのが一番最悪ですね。周りの方は実は後ろからも見えてるんで、あ、頑張ってるな、と思われるんですけども、いや、でも、ダメだ。自分の精神状態がもう、ダメです。ちゃんと、一からちゃんと治療して、生やしたいです。ということで、はい。これはこれですけどもね。いやー、3連休、僕月火水と休みいただいてるんですけども、いただいたんですけども、何したかな ですね、何もしないです。積立 NISA、 そう、 SBI 証券と新生銀行の口座作って、いろいろとこうポチポチやってました。はい、いや、給料をもらえている立場なんですけど、自分なりにこう長期のことを考えて、長い目を見てお金を運用していくっていうことを勉強してます、今は。はい、三木さん、このたまさんは超短髪したことはないんですか？あ、超短髪にしてたことはあります。2014年ぐらいは短髪でした。短かったです。で、なぜか一人暮らしし始めた2021年から髪の毛伸ばし始めた、2021年じゃない、2020年ぐらいから髪を長くし始めたんですよね。あ、20時だ、すいません、皆さん、またどうぞ、お疲れ様でした、また明日。